はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。韓国の国民日報ですが、日本の岸田総理の就任以降の行動を見れば、韓国との関係をうまく解決しようという意思が全く見えない。日韓関係が悪化したのは両国双方の責任と日本が硬直姿勢で一貫したことにある。特に今年に入ってからムン・ジェイン政権が積極的な対話の意思を表したのだが、日本は反応しなかった。新たな指導者が誕生したにもかかわらず、日本の態度に変わる兆しが見えなくて遺憾である。岸田総理による8日の初の国会演説で、韓国関連の言及は、韓国は重要な隣国、健全な関係に戻すためにも我が国の一貫した立場に基づき韓国側に適切な対応を強く求めていくとの2つの文章だった。菅前総理は昨年の国会演説で、韓国は極めて重要な隣国と述べたが、今回極めてが抜け落ちたのである。岸田総理は就任翌日の5日、アメリカのバイデン大統領、オーストラリアのスコット・モリソン首相と電話会談して、7日にはロシアのプーチン大統領、8日にはインドのモディ首相、中国の習近平国家主席と電話会談した。日本が含まれる安全保障協議体クアッドの国々およびロシアと中国の首脳との電話会談から行ったのである。ムン大統領とはまだ電話会談していない。昨年の菅首相就任時も、ムン大統領との電話会談は就任から8日目になってから行われた。日本が韓国を冷遇するのであれば非常に不愉快なことである。日韓は緊密に協力して二国間の問題を解決して行かなければならない。日本が誤った判断をしないことを望むと、このように報道されております。ただですね、皆さんもご存知のように、現状日韓情勢ということにおきましては、日韓請求権協定の遵守と2015年の日韓合意の遵守が韓国側に求められております。岸田総理もですね、自民党総裁選の際、9月18日に行われました日本記者クラブ主催の自民党総裁選候補者討論会において、日韓情勢、2015年の日韓合意について記者から質問を受け、次のように答えました。岸田氏、2015年の日韓合意は今でも重要な意味を持っている。この問題について最終的かつ不可逆的に解決する。両国は今後国際会議などにおいて非難することはしないということを世界に向けて発信した。それを世界が高く評価した。あの合意です。日本としてはこの合意の中身すべて実行しました。あなたはどうですかということを韓国に迫り続けている。これが現状です。こうした国際的な合意、他の問題を含めますと条約、さらには国際法、こうしたものを守るかどうか、これが今問われている。これすら守らなければ将来に向けて何を約束しても未来は開けないということだと思います。対話は必要ですが、その基本をしっかり守りながら韓国に考えてもらう。今言った点においてはボールは韓国にあると私は思っておりますと、このようにおっしゃっておりました。で、1965年の日韓請求権協定ではですね、日本政府外務省から引用しますと、両締約国及びその国民、法人を含むの財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されており、いかなる主張もすることはできない第二条項を定めておりとなっております。で、韓国の大法院において、いわゆる徴用工判決と呼ばれる韓国側の判決があったわけですが、その後ですね、日本政府は韓国政府に対し、日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し、仲裁の手続きを進めてきました。しかしながら、韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて、締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても同協定に規定された期間内に履行せず、日韓請求権協定第3条の手続きに従いませんでしたと、こうした経緯もありました。ですので、韓国側にはまず日韓請求権協定の遵守が求められているということであります。そして慰安婦問題ということに関しましても、外務省ですが、慰安婦問題を含め日韓間の財産請求権の問題は1965年の日韓請求権経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みです。また慰安婦問題については2015年の日韓合意において最終的かつ不可逆的な解決が日韓両政府の間で確認されていますと、このようになっております。ですので、こうして見てまいりますと、岸田総理がおっしゃるようにボールは韓国側にあるということだと思います。こうした中ですね、韓国側の報道ですが、岸田内閣での日韓関係、韓国人の 58.4%、 日本が先に態度を変えるべきと回答、韓国報道。
岸田内閣が発足した中、韓国人の半数以上が日韓関係改善のためには日本政府の前向きな態度変化が必要と見ていることが分かった。11日の韓国の調査会社リアルメーターが YTN ザニュースの依頼で、去る8日、岸田総理就任後の日韓関係改善の方向性についてアンケート調査を実施した結果、まず先に日本政府の前向きな態度変化が必要だと回答した人が 58.4% に達したことが分かった。韓国政府がより積極的に関係改善に向けて動かなければならないと回答した人は 29.1%、よくわからないと回答した人は 12.6% だった。まあ、このように報道されております。まあ、いずれにいたしましても、韓国側による日韓請求権協定の遵守、日韓合意の遵守が必要であるという、この日本政府の姿勢に変わりはないということであると思います。で、こうした中ですね、来年3月9日に行われる韓国大統領選挙ということで、一つ大きな動きがありました。韓国では二大政党が公認候補選抜のための党内予備選挙ということを行っていたわけですが、与党共に民主党の公認候補に選出されたのはイ・ジェミョン京畿道知事でした。産経新聞ですが、日本を追い越す韓国与党候補のイ・ジェミョン氏、演説で対抗意識、日本を追い越し先進国に追いつき世界をリードする韓国を作り上げていく、来年3月の韓国大統領選に向け革新系与党共に民主党の公認候補に選出されたイ・ジェミョン京畿道知事は10日、候補決定後の演説でこう強調し、日本への対抗意識を早速のぞかせた。イ・ジェミョン氏は韓国がこれまでいくつも危機を乗り越えてきたと言及した際も、日本政府による2019年の対韓輸出適正化措置を念頭に日本の輸出報復に対し短期間に完璧に勝ち抜いたと主張した。イ・ジェミョン氏は歴史問題に関連した日本への強硬発言で知られてきた。イ・ジェミョン氏はムン・ジェイン大統領ら主流派と距離があることでも知られてきた。演説ではムン大統領の気持ちを引き継ぐことに言及、来年本選に勝利し大統領就任式にはムン大統領と固く手を握って一緒に立つと強調した。イ・ジェミョン氏の候補選出を必ずしも歓迎していないムン・ジェイン氏支持層を意識したとみられる。イ・ジェミョン氏は党内予備選を通じて累計で 50.29% の票を獲得、2位のイ・ナギョン氏は 39.14% の得票にとどまったと、このように報道されております。でですね、このイ・ジェミョン氏の経済政策ということに現状注目が集まっています。福祉政策で大きな人気を博したイ・ジェミョン氏の代表的な公約は基本シリーズだ。全国民に毎年100万ウォン、日本円で約10万円の基本所得を提供するという基本所得、任期内に首都圏の駅政圏に10億ウォン相当の高級マンションを100万棟供給し、月60万ウォンで30年間賃貸できるようにするという基本住宅、全国民を対象に信用度に関係なく年 3% 未満の利子で1000万ウォンまで10年間から20年間長期融資をする基本金融が、それで韓国有権者からいい反応を得ている。ただ国家負債が1000兆ウォンに達している韓国経済の現状を考えると、イ・ジェミョン候補の公約は過度なポピュリズムという懸念も深い。その上、イ候補陣営の政策調整団長のチェ・グンベ金国大学経済学部教授は、景気刺激のために中央銀行の発見力を動員しなければならないという持論を持っている人物だ。韓国銀行が金をばらまいて物価が100倍に上昇したとすれば、100億ウォンを持っている人は資産の実質価値が1億ウォンに減るが、金を持っていない人には被害がない。官銀は物価安定だけを気にせず、金のない人が金を確保できるようにすべきだ。韓国銀行は資本家と富裕層の味方だという主張を繰り返している。つまり政府が 0% の金利で債券を発行し、官銀が金をむやみに発行して債券を購買することで福祉財政を備えるべきだと主張していると、このように報道されております。で、現在ですね、パンデミックの影響を韓国経済が受ける中、株価も通貨ウォンも下落基調ということがあると思います。そしてアメリカ連邦準備制度理事会 FRB の年内テーパリングの可能性ですとか、アメリカの金利上昇の影響を韓国経済が受ける可能性も予想されると思います。企業や家計の債務も深刻で、朝鮮日報は返済できない可能性の高い融資が230兆ウォン約21兆6000億円に達すると報じた。借金を返済する能力がない自営業者や所得が比較的少ない青年層などの負債が大幅に増えたという、まあ、このように報道されております。ですので、まあ、こうした情勢の中、イ・ジェミョン氏の経済政策というのは韓国経済にどのような影響を及ぼすのか非常に注目されているということだと思います。そしてイ・ジェミョン氏は日本についてはムン・ジェイン政権よりも鮮明な反日政策を打ち出している。2015年の日韓合意直後から合意無効を主張し、少女像を守る運動にどの政治家よりも熱心に参加している。日韓ジーソミアに対しては最近まで何度も反対の意思を明らかにし、
日本を軍事的適正国家と表現した。イ・ジェミョン候補が政権を獲得すれば現在よりも厳しい日韓関係が予想されると、このように報道されております。で、現状ですね、韓国大統領選候補の支持率なんですが、世論調査会社の韓国ギャラップが8日に発表した調査結果によると、次期韓国大統領にふさわしい人物を問う調査で、トップは革新系与党共に民主党所属のイ・ジェミョン京畿道知事で 25% の支持を集めた。次いで保守系最大野党国民の力のユン・ソギョル前検事総長が 20% だったと、このように報道されております。ですので、こうして見てまいりますと、現状、まだまだ韓国大統領選挙何があるか分かりませんけれども、現状ではイ・ジェミョン政権の誕生という可能性が高まっているように見えます。で、このイ・ジェミョンさんという方はですね、2015年の日韓合意について何とおっしゃっているかと言いますと、2015年日韓合意は破棄、再交渉すべきである。日韓合意は被害者が同意しなければ効力はない。密室で決めた結果であって、国家間の合意の最小限の条件も備えていない。正当性もなければ国民の信頼も完全に失い、追い出される危機に瀕していた政府パックネ政権がやったことだ。一番良いのは国会で合意無効の決議を採択することだ。合意文書がないならば合意の条件も備えてない。合意には実態がないので否認すれば良い。民間が提起する真相究明や保障問題について政府は再度日本側と交渉しなければならない。このようにイ・ジェミョンさんは主張しているということなんですね。ですので、もしイ・ジェミョン政権ということが誕生した場合、韓国経済ということへの影響と、そして日韓関係ということには大きな変化が起こる可能性もあるように見えます。今後日本はですね、憲法改正議論などこうしたことも進めながら、日本の経済安全保障、そして安全保障政策といったことを議論していく必要があるのではないかと思います。また繰り返しになりますが、日本として韓国側に対し、日韓請求権協定の遵守、2015年日韓合意の遵守を毅然と求めていく、こうしたことも重要だと思います。ありがとうございました。